編集チャンネル。例えば株元が万が一ドハマりしちゃって、ストックさんのメンバーとかにさ、最近さめっちゃいいのがあってみたいなので勧誘し始めたらさ、もうさ歯止め効かないよね。いや本当そうだね、歯止め効かないですね。肯定するわけではないですが、それが二つ目ってことでしょ。三つ目と四つ目はどっちもね、オンラインサロンに絡むパターンの詐欺。ってんじゃない。ポンジスキームと比べると結構可愛いというか、サロンに人をどうやって集めるかみたいなものとかだったりするんで、被害額としては少ないかもしれないけど、結構株始めたての人とかがハマりやすいパターンかなと思っていて、1個目が数打ち当たる法って僕が勝手にまた名付けたやつがあるんですけど、オンラインサロンってどういう人が入りやすいかっていうと、まあもちろん全部じゃないんですけど、やっぱりどの株を上がるか教えてほしいっていう人すごい多いんですよね。だからまともに株の銘柄とかじゃなくて選び方を教えようとする人たちってやっぱあんまり表に出づらいんですよ。2倍にしましたとか、資産1億円達成しましたみたいなアニメっぽいアイコンの人がやってるオンラインサロンとかがやっぱ世の中にはびこってるわけですね。もちろんすごい人もいると思うんですけど、結構ひどいのは銘柄を複数言っとくんですよ。これかこれかこれかこれが当たりますみたいな。当たったやつだけツイッターとかで自分でリツイートして、昨日言ったやつ倍になりましたとか、サロンでつぶやいてこれが倍になりましたみたいなことを言うんです。しかもその銘柄も IPO したてのやつとか小型株みたいな1日で 10% 15% 平気で動くやつを推奨するんですね。確かに当たってるっちゃ当たってると。だからそれを信じて買った人はこの人すげえみたいな、この人の言ってる銘柄買ったら 10% 儲かったみたいな言って、またその人のサロンを勧めたりするんですけど、やってることは4つ提示して当たった1個にフォーカスを当ててすごく見せてるだけっていう。俺もさ、オンラインサロンで世の中さどんなのがあると思って、ランキングサイトみたいなのがあってね、1位西野さん、2位が石井さん恋愛スピリチュアルって書いてあるね、3位が山本龍拳さんの人生に生きるサロンで、4位がスターシードオンラインサロン、ちょっとスピリチュアル系ね、5位ホリエモン、6位が西とか健康系、7位が俺らで、8位がねトレーダーなの。これは別に詐欺とかじゃないけど、大谷正光さん、もともと結構上にいたかな。トレーダー系のオンラインサロンってこんなに盛り上がってんだみたいな。世の中オンラインサロンめっちゃあるけど、結構ね投資系が多いんだよね。俺とかは仕事の受発注とかそっちをメインにするけど、投資のオンラインサロンって投資の情報を流してんだみたいな、ここで流れてる情報通りに株買ったら絶対儲かるのかなってちょっと入りかけたとかカズマックスとかもね、あれも近いでしょ。そうね、似てる似てる。オンラインサロンはねこういう裏っ側知るとすげーチャッチーパターンは多い。中にはものすごい現役の外資系のファンドにいて、顔は出せないけど単純に教えるのが好きとか、リアルに日本の金融のレベルを上げたいからって言ってやってる人もいたりして、まあ、それをね見るとやっぱり個別銘柄とか全然言及しないし、数字とか数式もちゃんとプロジェクトで一個一個説明してくれるから見たらわかるんだけど、初心者の人からすると銘柄言ってくれてるサロンの方がありがたくっぽく映るんだろうね。それはそうだよね。解き方じゃなくて答えを教えてくれるってことだもんね。答えは適当に4つぐらい並べてて当たればラッキーみたいな。しかもこれ下がってもいいのよ。下がったら仕込み場ですっていうの、今ですよと。逆にリアルなんだけど、そんなぴったり当てることはできませんって言って仕込み場ですって言って、長期投資っていう言葉をいいように使って買わせるのね。そっから上がんなくても、いや長期投資なんでって言ってうやむやにするっていうパターン。なるほどね。じゃあ最後4つ目は、最後4つ目、これもオンラインサロンなんですけど、指定株系、多分上本は分かると思うんですけど、指定株とはみたいなところからもいきますか。簡単に言うと誰かが意図的に価格とか値動きを操作してる株。相当気持ちでやることですね。相場操縦とも言ったりするんだけど、上場してる会社ってさ、よく分かんない人から見るとすごいって思うんだけど、よくよく見ると時価総額数十億とか普通にあるのね。すげえ金持ちの人とか丸ごと会社変えちゃったりするようなのもあるし、そういう会社って誰も見向きしないから、株価のチャートで言うとなんていうの、亡くなった方の心電図ぐらいピーってなってるよ。誰も売買しなくて見捨てられたような会社ってすごくたくさんあるんだけど、怖いやね。これね、やり方どうするかっていうと、まずもともとある程度お金持ってる人とかが自分とその周囲でちょっとずつ株を買い占めるのね。一気に買うと値が動いちゃうから、本当にちょっとずつちょっとずつ3ヶ月とか1年かけてその株を買うんですよ。これもねまたうまくできてるんですけど、オンラインサロンも幹部みたいな人と一般会員みたいな人、ランクがいくつか分かれてるんですね。まずその幹部的な人とかに教えるんですよ、この銘柄が来るっつって。その人たちの資金がガーって入ってくるから、その株が一気にピョンって跳ねるんです。最初にやってる競争みたいな人もそこで売ってるんですね。ピョンの段階で売ってる、ピョンの段階で売ってるんです。幹部に教えてちょっと日が経ったら一般会員にも教えるんですよ。じゃあまだビヨンって上がるんですよ。競争はもうそこで売り切ってるし、幹部もそこで上がったじゃんって言って売り切れるんです。何が怖いかって、上がってる株って別にサロンに入ってない人とかも注目の的になるから、また誰かが買いに来たりするんですよね。一般会員も絶対儲かると
限らないけど、意図的に情報を流してこの株上がるって言って買わせて、自分は売り抜ける、次の誰かに教えて売り抜けさせるみたいなことを繰り返すっていうのがして株って言って、さっきのパターンとは違って実際に自分がまあ関与してるっていう分で、悪質っちゃ悪質かもしれないんだけど、高騰高騰テクだよね。そうそう、買い占めるだけの元手がないとできない。なんだけど、死んでるような株って1日2日で 10%20% とかレベルじゃなくて、1週間で2倍3倍とかって全然あり得る。で、1億でそれやってれば2億3億になりますっていう話で、一撃で数億作れたり数千万作れたりするようなスキーム。しかもそれをオンラインサロンとセットでやってれば、オンラインサロンの会員代も入ってくると。なんならオンラインサロンの会員代で単純に作ってまた新しいこともできるよねっていうのは流れになって、今だとサロンだけど、昔だとツイッターとかでよく、そうね、名前はあの P だけど、そうモロだよね。あの人もう捨て株仕込みのイナゴ集めでギャンギャンやってたよね。結構やっぱたまに捕まってるよね。たまに捕まってるよね。そうでもね、最近はそれがサロンでやってるんだ。よりクローズドな空間で表に情報が出にくくなってるし、昔と違ってオンラインサロン代みたいなのもね、要は払わせられてるわけだから、最初に言ったけど詐欺も非常に今高レベル化してるなっていうふうには思います。っていうことですか。はい、オンラインサロン気をつけましょう。どうすか、聞いてみて。いろんな詐欺がありましたけど、うん、でもさ、引っかからない自信があるかっていうと 100% 俺断言できないなって思うのよ。最近のってポンジスキームとか引っかかる可能性全然あるなとかって思うし、だから結局誰からその情報を聞くかしかあんまり興味ないのよ。例えば俺だったら林さんとかから、かぼちゃんこれねやった方がいいよって言われたら多分やっちゃうのよ。内容をよく調べずに、信頼で結構いろいろつながってる部分が多いから、その信頼の頂点にいる人さえ逆に言えば詐欺師が落としちゃえばゾワーっていけるよね。めちゃくちゃいいスキームだったとしても、山本からこれいいっすよカブさんって言われたら多分俺やんないの。自分より先輩だったりとか、自分よりお金持ってる人がいいって判断したってことはいいんだろうなっていう、なんか変に調査するのがめんどくさいから、この人がいいって言ったらいいよねっていう、そういう人多いと思うのよ。金持ちは特に詐欺師になるんだったら、そういうところをまず一本釣りするっていうところから始めるのかな。何の話だった。俺が詐欺師になるなら、結構芸能人とかスピリチュアル系にハマる人とかいるじゃん。スピリチュアル系だったら富の多さに関係なく一定の確率でハマるんだなと思うのよ。出世すればするほどいろんな意味でプレッシャーとかも増えてくるから、逆にスピリチュアル系に逃げたくなるかもしれないから、スピリチュアル系でまずズブズブにはめて、そっからマネタイズしていくってなると、ポンジスキームかなんかで不動わせて配下にいる人たちを全員ごそっていくっていうのがいいのかもしれないですね。これ詐欺師のなり方動画でしたっけ。回避策としては本当にちゃんと自分で調べましょうっていうとこしかないよね。そうですね。それもあるけど、取られてもいい金額しかやめましょうだと思うよ俺は。もう諦めるってこと。あるし、まあ、無理人にお金貸すのと一緒じゃない。それで食って食ってなったらまたちょっと話は変わっちゃうかもしれないけど、絶対そういうのって今後もあるし、特に資産運用系ってかなりの金額を預けられるから、下手したらその人の収入の何十倍って金を預けられるから、その人が飛ぶか飛ばないかって結構性善説性悪説みたいなところにかけるしかないじゃん。運用系って多分全部がそういう絶妙なバランスというか、その人の量産の割りだっていうところあったりするとは思うのよ。もちろんそんな単純な仕組みじゃないかもしれないけど、詐欺られてもしょうがないよねっていう金額を預けるしかないと俺は思ってるけど、一回振り込んだら基本帰ってこないって思った方がいいね。今までの経験上だけど。詐欺が、詐欺っていうかもう全部そう、企業とかもそうだけど、振り込んだらもう帰ってこない。マネーリテラシーみたいなところの難しいところなんだけど、詐欺っていうのは紙一重というか、詐欺って判断するかどうかは法律の話であって、でも実際半分詐欺みたいなこともたくさんあるし、詐欺られても年収が高かったら生きていけるんで、年収上げていきましょうっていう話ですね。まさかの帰着点ですが、うん、本日のカブカブは以上です。おーい、ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。